どうもピン芸人の小松ランドです。芸人オタク訪問ということでですね、芸人さんがどんな家に住んでいてどんな生活をしているのかを覗き見ようという企画でございます。今回も素敵なゲストの家にお邪魔してこようと思います。小松ランド TV。 おはようございます。撮ってますね撮ってますね本日のゲストは太田プロ所属の花いちご小松崎さん。ブレイク芸人の登竜門と言われているぐるなりの面白そうや次くる芸人グランプリの決勝にも進出、またゴッドタンでは次世代の鎖芸人として存在感を示した業界注目のネクストブレイク芸人さんです。ほう、はい、すぐ洗濯機と洗濯機ですね、はい、調味料もあって、はい、料理する人なんですね。いや、そんなまあ、ちょこちょこですね。あ、でもおつまみは作ります。ああ、そうなんですか、はい、酒飲みだからね。そうですね、ピュアパックが、あ、一番パックで酒飲みが ね、買うやつだからね。もう宝条件、もうこれぐらいしかないんで、ね、後で買ってこないといけないですねお邪魔します。いやいやいや、どうぞ。あんま使わないからもうね、なんか明るくならないんですよね。氷がすごいですね。そう、ここね、いやでもこれでもね痩せた方なんですよ。もうここまで氷だったから、まあ、前でこれをここまで溜まってくると、はい、ちょっと一回全部中身出して、うん、切ってでここに溜めてこうやって流すっていう作業をやるんですよね。削ってそう、だね、もうね、正直その日とか次の日食べるものぐらいしか入れてないです、うん、まあ卵とか納豆とかはまあちょっと入れてますけど、うん、そんな入れてないですよね基本的に。飲みかけのお酒もちゃんと冷やしてる。この前池袋で外飲みした時に、なんか余った酒を持って帰ってきてここに入れてある。ここがじゃあトイレ。ここトイレです。ここユニットバスです、ね。はい。ユニットバス。あ、綺麗な感じ。わ、綺麗ですね。まあでも普通ですね。入っていいですか、じゃあ。ああ、どうぞどうぞ。うわ、おしゃれなソファーが。でかいですね、ソファーがね。これ、妹の旦那さんがもともと使ってて、はい、それくれたんですよ。だって、ベッドもでかっ。これもね、これ妹がもともと使ってて、はい、で、その結婚を機に、引っ越すからですよ、うん、いらないからですよ、くれたんですよ。ほぼ妹夫婦からもらったもので家が全部閉められてる。なるほどね。そう、だってそうっす、前は何もなかったんですよ本当に、はいはいはい、何もなくてただもう、うんうんうん、ここに、まあ、自分で買ったソファー、ローソファーがあった、うん、もう今もうめちゃくちゃもうこの2個によって、確かにもう部屋の9割もソファーとソファーとベッド、ラブホじゃないですか。いやいや、それよく言うんですよ。それ言うのね、はい、関谷と菊池、元バンダイライテーの菊池は、これ見て、はい、いや、ここ、ただのラブホテルじゃねえかよ。このテレビの感じとか、この簡易的な感じが。ね、ベッドの大きさといい。いや、ラブホじゃないですよね。これベッドの、なんですか、サイズ。これセミダブルじゃないですか。セミダブル。ダブル、シングルこれぐらいでしょ、多分。確かにね、そうですね。ダブル、ダブルベッドはもっとでかいんじゃないかな。多分セミダブルだ。何畳なんですかこの部屋は。これ多分6っすね。6畳って書いてあった気がしますね、図面に、その募集図面に。でも物は少ないですかね。物はここの収納というか、はいはい、はい、ここに全部ぶち込んでありますね。よいしょ。ただこれね、はい、面倒なのが、はい、ちょっとベッドを前に可動させないと開かないんですよ、うん、いやでかすぎるからね、だってベッドがちょっとベッド前にして、そうじゃないと開かなくて、あ、でかいですね、押し入れが。下が椅子とかちょっとしたもの、そうそうそう、袋とか入れて、そうですね。これも仕事で使う。そう、そんな使ってないですけどね。まあまあでも一応買って、芸人やりながら肩書き、何の肩書き持ってるんですか。行政書士ですね。行政書士か、はい。まあでもね、行政書士って言っても王ってやるけど、何やってるか誰も知らないから、わかんないですよ。ざっくり言うと何やってるんですか、行政書士ってのは。相続ですね。あ、相続。いやでも違うんですよ、いろいろあって、うん、行政書士だから、そのこれを話すの
多分お医者さんでも小児科とか外科とか内科とかいろいろあるじゃないですか、はい、眼科だとかで、それの1個専門でやるじゃないですか、うん、大体みんなそんな2個も3個も掛け持ちしてるお医者さんいないじゃないですか、うん、で行政書士も1000個ぐらい仕事あるんですよ。1000個もっとあるから。そんなあるんですか。あるんです、めちゃくちゃあるんですよ、その中で僕は相続前を特化してやってるっていうだけ、全部でもできるわけないんで、そんなの。プリンターですか、横は。それはプリンターですね。パソコンとプリンター、これはまあ行政書士のあれですか。あ、そこ仕事で使うんですね、はい、プリンター。その横もまあちょっと仕事の書類とか使って。一人で飲んでます、ここで。だいたいそう、こうこのなんかまあ作業しながら、はいはい、とか YouTube 見ながら、こう大体ここでこんな感じで、この辺に置いてこうやって、で気づいたらこうなって気づいたらこう、はぁ妹とかはあのお酒やめた方がいいよって言っていくんです、うん、で妹も旦那さんにもあんまそんなに飲ませないというか、うん、セーブしてくれて、でこの前妹に遊びにっていうか行った時にゴールデンウィークかな、あのまあ一応バーベキューみたいにやって、でまあそれ一応軽く飲むんですよ一応、まあ、でも 2,3 本とかで、でもちょっと足りないなと思ってたら、あの夜中寝静まった後も一人で窓から、窓開けてストンって降りて、忍者みたいに降りて、で近くのコンビニで3本買って窓からスッと入って玄関から行くとその鍵の手バレるんじゃないかと思って、はい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 、怒られるからね。そう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 、アサシンで酒買ってきました、ね、やばい、やばい、でも見られてることはないか。芸人になったのはどれくらいからですか。高校の時は、大学2年生ですね。大学2年生で、養成所にヒューマンアカデミーに通い始めました、うん、今はなきヒューマンアカデミーで、ヒューマンアカデミーは6個受け皿があったんですよ、その、うん、当時ね、あのサンミュージック K-浅井企画、アミューズ、人力車、ニューサフエージェンシー、こんなにじゃあいろんなことをつながってるから、どこかには入れんじゃないかみたいな。その学校卒業して、その6個の事務所が引き抜いてくれるみたいなことなんですか。そうです、そうです。半年に1回、各事務所のマネージャーが見に来て、オーディションみたいな。で、よかったら、手挙げ、ドラフトみたいな感じで手挙げてくれて、で、ちょっとうち興味ないみたいな。三島と一緒にデコボコビートっていうコンビで。あ、養成所で知り合ったんでしたっけ。そうです、そうです。ヒューマンで。はい、猪島さんもね、前出てもらったんですよ、このオタク本。あ、知ってました、もちろん見ました。そっか、そこで組んで、デコボコビート。はいはい、で、どうなったの、事務所は。事務所は、だから、猪島の言ってるサンミュージック系ダッシュ、どうなったっけ、アミューズと、もう一個あるんだけど、浅井かな、忘れましたけど、声かかって、おお、すごい。で、どうするっつって、系ダッシュ行こうっつって、うん、で、俺らが、やっぱ行き詰まって、結局、形も変えたりして、で結局まあうまくね解散して、 K ダッシュの後 K ダッシュは入ってないんですけど、実際あ所属してないんです。だからオードリーさんとかいたし、でその後もうそのが1回目の、オーディションライブ、はい、2回あるんですよ。1年からさ半年に、半年に1回あるから、はい、で最後のオーディションライブがあって、それも受けれるんですけど、でそこで受けてサンミュージックに入る、はい、なりました。猪島とサンミュージックは猪島とは1年ぐらいですかね、多分1年ぐらいで、うん、で解散したら辞めないといけないんで1回抜けて。あ、そっか、はいはいはい、僕はあのネットで相方は掲示募集掲示板で、うん、で10人ぐらいあったんですかね。で朝倉くんっていうギターを弾く相方がいて、はいはいはい、朝倉くんと会って、でじゃあとりあえずやってみるかっつって、うん、最初普通の漫才やって、うん、で、あんまりで、で、ギター弾けるっていうか、ギター持ってやってみたら、ライブでいきなり優勝して、おで、じゃあサンミュージックネタ見せ行こうかっつって、で、サンミュージックネタ見せ行ったら、もう、まあ、パッて受かって、出て、それもまた優勝して、で、そしたら、まあ、その映像がなんかエンターかなんか引っかかって、もうすぐエンター打ち合わせしようみたいになって。一番最初エンターなんですね。でも出るまで結構時間かかりましたね。でもエンタスも、あのね、エンタ天使っていう、こう、あのね、深夜にやったやつ、ね。深夜にやったやつ、はいはい。そうそうそう、そっちでしたね。で、エンタ出て、レッドカーペットも出てましたね。レッドカーペットも出ました。
オンバートも出ましためちゃくちゃ調子いいじゃん。最初オンバートも忘れましたけど、はい、オンバートもえオンエアオンエア何回出たんですかオンバートも。11回ぐらい出ましたで8回ぐらいかな。あそんなオンエア率高いんですか。多分12やかな12分の8かな。いやでもそんなでもね受けなくなっていくんですよね。からその後はどうなるんですか。その後解散してハッピーパンプキンというあ、はい、ハッピーコンビで、今度渡辺エンターテインメント。でも鍋ってそんな長くなかったですよね。1年とかですね。1年いたかな、はい、その後はどうしようかなってなかなかスピンでやりながら終わり方探してて、はい、で結構何人か試しでやってみたい。でもやっぱ年齢も28とか9ぐらいになってきたから、うん、だんだん慎重になってきて、うんうん、次はないぞと。で、あ、スーパーニューの大将、藤沢君が、U ビームどうですかって、うん、まあ、もともと知ってたんですけど、U ビームとじゃあユニットでやってみるかって、ねうん。で、U ビームとやって結構受けて、俺組みたいなと思ってて。で、関谷も、U ビームとなんか、コブラナッツ、関谷の前のコンビ、コブラナッツもちょうど解散して、うん、U ビームとユニットでやってたんですよ。うん、で、そしたら U ビーム、ここ2組、U ビームを返してユニットじゃないですか。うん、だから関谷と、もう、俺もやりませんかみたいな。この、ユニットトライアングルみたいな。ああ、なるほど。なって、うん。で、俺は U ビームと組めたらいいなと思ってるんですけど、うん、で、U ビームは結局ピンでやることになっちゃったんですよ。うん、なんか、まあ、セッキーとか行こうかなとか、うん。で、最悪のところだけ残ったんですよ、マジで。ふざけんじゃねえよと思って。こんなやつと組んでも未来ねえよと思って。私と組んだら太田プロに入れるみたいなんで、だんだん釣ってきて。ザーッと思って、他のもう人いないから、しょうがないから、もうとりあえずいいやと思って。とりあえず組むかっつって組んでのが花一郎です。そっか。それで結局今何年組んでるんですか。6年ちょい。いや長いですね。6年半ぐらいかな。へえ。でもマジでもう解散しようでした。去年末は本当にもうマジで解散しようでしたからね。へえ。解散ほぼ決まりだったんですよ。あ、そうなんですか。はい、めちゃくちゃ喧嘩して。で、それで最後に、うん、なんか年末になんか仲悪いコンビを手錠で繋いで、うん、なんか12時間山に放ってゲームやらせるみたいな特番みたいなあったんですけど。どんな番組だ。いや、そう、それの仲悪いコンビを募集してるオーディション、はい、うん、まさに解散の電話をしてる時にあのマネージャーが電話かかってきて、それに最後行ってくれって言われて、おじゃあ分かりました行きますって、そしたら受かって、なんかそっからそれで解散しなくなったんですよ。だからもうあの企画なかったら解散してましたね、完全に。でもその後ね、年末でぐるナイの面白さも出て、あ、そう、面白、なんかそう、ありがたいことになぜか知らないですけど、それも決まって、うん、なんかそっから調子よくなってきたんですよね。この家、はい、1K 6畳ですよね、はい、家賃いくらですかこれ。都内某所、まあ、駅から10分ぐらい。一応ね、図面上だと11分、はい、どんなものですか家賃。家賃46,000円です。安っ。安いっすよ。割と都心ですよ、だってここ安いっすね。安いっすね、普段食べている食事を見せてもらいたくて。いいですね、はい、見せてもらっていいですか。はい、わかりました。じゃあ作りますか。はい、サラダは絶対食うんですよ。これはね、絶対食う。これまあいいや、まあ健康のためにですか。まあそうっすね。サラダはね、絶対酒飲むからちょっとでもあの、そうね、午前中っていうか昼、うん、昼は健康でいたいっていう。夜は捨ててる。いや、そうなんです、夜捨ててるんで。なんかしなしなな、これ冷蔵庫に入れとくとしなしなになっちゃうな。これでやっぱもう適当に醤油入れる、酒ぶち込んで、はい、もう目分量っすか。目分量っすね。じゃあいい匂いしますね。これでも大体これ全部ぶち込んだら大体いいんじゃないですか。3分の2ぐらいでしたっけ。足りねえな、
個やろうかな。好きなんですよ。うわ、いい、絶対何でもかけるの。はい、できました。親子丼、親子丼好き。うわー、すげえ。はい、じゃあいただきます。はい、これまあ一応基本的に野菜から食いますね。親子丼絶対うまいじゃないですか。熱そうだな。うん、あ、うまい。うまいっすか。うまいっす。なんか最後、はい、食事終わる前ですけど、はい、告知あれば。告知、そうっすね。まあじゃあ TikTok とあとまあ YouTube、はい、やってるんで、花いちごで検索していただければ出てきますんで、はい。あと、まあ、ツイッターもやってますんで、はい。一応、アップいつぐらいですか、これ。土曜日。土曜日、ああ、そうか。次の土曜日。割と7月、テレビちょいちょい出ます。ああ、そうなんですか。はい。5本ぐらい。おお、すごい。出るんで、それもツイッターで、発表っていうか、まあ、書いてきますんで。それはもう楽しみにしておきます。そうですね。はい。わかりました。じゃあ、この動画の説明欄に、はい。はい、Twitter、TikTok、YouTube、はい、リンクも貼っておきますんで、はい、よかったら見てください、はい、ということで、お願いします。本日のゲスト、花いちご小松崎さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。イエス。